洋文会の肖像が、洋文会から1911年10月8日は、中国の新末の古事仏教の中心人物である、豪のひと山の方で知られている。池州の出身。業部の官僚として務め、祖国藩や理工省らの幕僚となり、国米局や南京の皇帝監督、高寧光防局、観光事業局の皇帝監督などを歴任した。 1864年、紳士であった父の母によって、帰省、病床で、大乗帰信論を読み、さらに、金剛般若業や、両言業をも読破し、仏教信者となった。1878年、中英仏講師の随員として、等、1886年には、中英路講師の随員として、ロンドンに行き、南条文雄と出会い、多くの中国では失われた経典を日本より得る。 ことができた。また、欧州では、正常を視察し、天文、測量、製図法などを学び、幾多の科学機器を持ち帰った。よって、一方では、文化は、西洋通で最新の科学知識も学んだ、解明分子としての一面も有しており、丹次銅たちと南京で、測量学会を立ち上げている。その後、巨州を南京に移し、1897年、 同志たちと近領国境ところを創設し、仏典の観光と流通に尽力した。その生前に勧告した経典は、2000巻余りと称されている。また、その仏教信仰は、大乗寄信論を根本としながら、妙法蓮華行、華言行や、有意識論に及び、浄土教を執着点とし、図経念仏の実践にも精霊した。 インドへの布教を目的とした仏教専門学校の設立にも尽力した。また、ティモシー・リチャードによる大乗機信論の英訳に助力した。最後は、大倉修容の観光を目論んだが果たせずに亡くなったが、その観光した経典類は2 0余巻に及んだ。養文海古事は、新朝末期の仏教復興の祖とされ、仏教を当時の新市長として復興させるのに一役買い。 両慶長や高位、昌平林、丹次銅、大挙らにも影響を与えた。両慶長は、新末の新思想家で、仏教と無関係な人種は存在しない、とまで述べている。1919年、陽人都三居市、一丁二十二巻十四冊が刊行された。ありがとうございます。